前科3番木太郎です本日の話は18歳女性の死体遺棄事件少し前からずっと話題になっておりました最初この車で遺棄した男性が捕まったっていうことだったんですがどうやらこの男はまあその主犯というか。 その亡くなった女性と付き合っていた31歳の男のまあ友人っていうことでどうやらパシリに使わされて何かわからないものを山梨県の山に捨てたというわからないものを捨てたという。 教授ですねで。これなんですけど偽装工作をしていて発見が遅れていたっていうことが分かってきたんです最近多いですカップル間とか友人間の、えー、殺人事件で名古屋であったのは男性が亡くなって女性が携帯を操作して、えー、発覚を遅らせて 今回は宅配で食べ物を頼んだり何かしたっていうことで失踪しているかのように装ってこれ発見が遅れたっていうこともあります急に出て行ってこの亡くなった女性のお父さんいわく急に出て行って連絡が取れなくなったで不審だったけどもその後連絡があったりしたんでっていうことで事件化するのが遅くなったっていうことはあるんですけどことはすすごい単純なな事件なんですねだけどもこの SNS だとかこの年齢とか背景とかそういうこと考えてあれこのよく ある失踪っていうか家出とか連絡が取れなくなったっていうことなのかなっていうふうに思っちゃった節もあるんですがこの一つ最初に私が言っておきたくてこれを取り上げたのがなぜかっていうとこの女の子を 18歳とということでじゃあどういう巻き込まれ方したんだっていう話になってった時にお友達が言ってるんだけど出てきて私がなぜこのインタビューに答えるかって言ったらもう18歳なのようにね年上の男性と付き合うからこうなったんだっていうようなことを言ったりその被害に遭った人にこの子に落ち度があったかのようなことを言う人がいるけどそれは違うと本当にいい子で介護の仕事をして一生懸命やっててそんなことこうじゃないんだっていうことを 言っていたんですよ。だから、私もそこのことなんですよね。結局、本当に運が悪いというか、どういうことかというと、この付き合っていたっていう、この男。 自身が悪いわけでまあまだ殺害した云々ってはっきり分かってないですよでも何らかの問題があるのは間違いないんですよこれは全然関係ないっていう風ではないんですよまあ私から見れば今でいうやんちゃっていうか不良っていうか一応水道関係の仕事って言ってるけどどうだか分かんないような感じで飲みに行ってるところで場所で絡まれているのを助けてもらって。 そっからつ付き合うことが始まったで、ここもなんですよこれ、加害側の親戚っていう人が結構出てきていろいろお話にされてるんでいろいろ情報がで。 分かるわけですよももとと結婚していて別れたといやー DV とかはないんですよとか言ってるけどそういうことする男じゃないんですよただ機械凶器を持っていたんで凶器 <laughs> を持っていたんでいろいろあれだったんですけどそんな暴力をするような男じゃないんですよいいいいやいやいや狂気いつものよくある喧嘩ですよ。 そうそうよくある喧嘩って物持って喧嘩ってないっすよだから多分もう常識がこのファミリーはちょっと違うのかなっていう感じですね,ね話の中で祖父 おじいさんが亡くなった時に遺産が700万あって、1ヶ月で使い切ったと。1ヶ月で使い切ったと。USA やディズニーランドに行って、そのインタビューの人がそんな使えるんですかいや、もう1ヶ月ぐらいで使い切ったって言ってるよと。はあまあ、そういう、そういう金遣いが荒かったっていうことも喋ってる。まあ、それは本当に事実だろうなと。それと、その中では、少し前にアルファード。 車をぶつけて廃車にしたと。で、仕事行くのに車がないからっていう親戚に借りに来ると。だけどガソリンを入れなかったから、返せなかったからすごく怒ったんだっ,つって言ってました。まあそういうことがあって、車を買うっていうことになって、で、ここからがもうポイントです。車を買うっていうことになって、中古車販売店に彼女と この被害に遭われた彼女と行ったっていうことで、100万円ぐらいの車でローンで買ったと。で、1ヶ月ぐらい納車するのに1ヶ月ぐらいかかったっていうことで、いろいろ疑問が私を浮かぶわけですよ。まず、納車に1ヶ月、なんかカスタムかなんかしたのか、改造かなんかしたのか1ヶ月もそうかかるのか、中古車販売店でっていうのもありましたけど、その時の代車 代車で犯行を行っている。結婚とかがついているっていうことで、それを放置した。そこでポインも問題も起こっているわけですよ。もう一つは、ローンで買った百万のローン。私は一瞬、ローンが通ったんだ。 この男700万も1ヶ月で溶かすようなボンクラがロンが通ったんだそんなことしながらロンは通るのかあれこれちょっと待てよ彼女と一緒に行ってるっていうことは彼女のロンを通したのかって一緒に思ったんですね介護職でついて18歳でちゃんとお父さんもいるってことならひょっとしたら 彼女のローンを通したんじゃないのかって思ったんです。車買いに行くのになぜ彼女が必要だったのか。いらないですよね、それって。わかんないですよ。もしそうだとなると、この殺害した動機っていうか、そこにあるのかな。とりあえず通しちゃった。それか、仮審査の状態だったのかもしれません。で、買うという前提にしとけば、台車は借りれるんで、その台車、その後にそのいろいろごたごたあって、多分お金のことなのか何かあって、 そういういことに起こったんじゃないかっていうのは、ここまで行くのに男女間で揉めるって言ったら、浮気したしない、それと金銭以外ないんですよ。他でも揉めようがないですもん。普通で言ったら。男女間のことか金銭のことしかないな。揉めるとしたら。ねえ、ここなんですよ。 31歳と18歳って言ったら別に私から見ればそんなに年が離れてるとは思わないんですよ。これは大で40,50で言ったら。でも若い人、18歳から見れば30歳とおっさんですわね。だからここですよね。だってまあ今後、その10代とかの子では5歳以内までの交際だったらよしとするけども、それ以外だったらもうこれは違うんじゃないかっていうふうに法規定っていうか、そういうふうになるかも、なるじゃないか。 っていうことですよね。これ、あの三十歳とね。 45歳、50歳って言ったら別にうんなんだけどやっぱり普通から言ったらそこですよねじゃあ30歳18歳から見たら30歳だからしっかりしてるかしっかりしてません今の30代ではじゃあしっかりしてる子もいるとは思いますけどやっぱりまあ私が言ってるのは20代で子供っていうのは精神年齢が子供だっていうことを言ってるんですよそれは仕方がないです平均寿命が伸びてるっていうこともあってもう1年のスパンが長いっていうことになってくるんでもう私たちが 二十歳とかだったらもう立派に落ち着いて、初帯を持ってとかっていう考え方で、とにかく大人になろうと思って、それをしてた年代なんですね、昭和40年代ぐらいの男女ともに。実際 それは18、19、20歳でもスナックでもママとかいましたし、もう 20, 歳20代前半だったら親方になってる人たちが多かったんで、自営業にしてみても。まあそういうことも多かったですし、20代の組長とかも昔はいたんですよ、よくも悪くも。ただ、暴走族はなぜか知らないけど、もう18歳ぐらいが卒業っていうことですね、18歳までやってると、もう四輪乗るぐらいだともう卒業みたいな、引退みたいだったんですよね、そんな感じだった。だだかかららもうう落ち着くっていうだから18歳でで引退なんで やっぱり18歳までででで引退でいうようよな感じですね4輪乗るような人たちはもう現役ではないと、まあ、まあでも走ってはいましたけど、ね、かといっても20歳に過ぎても真断吸ってるやつもたくさんいましたけど、まあ、話はちょっと飛んでいけませんが、まあ、そんなような状況で交際が始まって、周りにも言っていたっていうことですね、だから前、この男性が結婚していて離婚して、奥さんの方は実家の方に九州の方に戻っている、まあ、何かしかそういうようなことがあった。 次は失敗というわけじゃないんですけどそうなんですよね ししかかももなんか喧嘩もしていたで、この親戚とはこう縁が深いようなところ、今回のこともあってもすみませんみたいなメールを残していって、大変なことになってしまってみたいなことを言っているということで、でまあ、それは親戚の人たちから見た子供なんで、まあ、いい子だというふうに言う,言うとは思いますけど、やらかしちゃったことがやらかしちゃったことなんで、まあ、これ、単純に何かの口論の中でこうやっていった。で一だっていうか、口論のことでそういうふうに思わずっていうか、 かもしれませんけど状況から見るとすごくいい加減というかおかしいというかまあそういった飲んでるところで助ける形になって、えー、その感謝しているところをあれして付き合ったなんか知らないけどその時彼女がパンチパーマが好きだったみたいなこと言ってるって言って親戚の人が言ってもそれもどうか分かりませんがでそうやって交際が始まった助けたとこから始まった。で 何がしかの形で車を買うところまで行った、そこで買ったところ、そのローンを組んだのか彼女なのか本人なのかわかりませんけど、私の見立てでは700万も1ヶ月で溶かすような男が、 携帯代だとかローンとか組まなくてカードも作って飛ばさなかったと思えないんですね。そうなんですよね。で、車も廃車にしちゃってるっていうようなことのいい加減さから見ると、で、結果仮にそういうことをしてしまった、その隠蔽の仕方もいうことを聞く同級生、まあ、ですよね。その 今回、その最初に捕まった男性の母親がそんなことするような子じゃないんです。強い子たちについていくような子で、ずっとくっついてついていくような子なんですよ本当にその通りだと思うんですよ。本当にこの子は何にも知らないんじゃなくて、知ってても断れないような状況で、無理やりやってこい、言われちゃって、パシられた。再起に関してはそんなに量刑は重くないので、執行猶予だって出てくるとは思いますけど、やっぱりいいことではないですよね。かといって、じゃあ、そういう、もう見るからに顔が違うじゃないですか。 やったやつの顔、ドヤ顔のヤンキー顔と、おとなしそうな、ちょっと本当に、わーって言ったとき、キャーってなりそうな子、もう本当に分かりやすいですよ、この図,図式。で、ね、それに言われて、その車に乗って、もう、こわごわ捨ててきた。うん、ね自分でやれよって話ですよ。というかそれも、そもそもそんな女の子を殺すなって話です。まあ 突発的な事故とか、なんかそういう不意なとこだったら、別にそれなら、ね、何か言って口論して、頭をぶったとかっていうことなら、いうことなら、病院とかっていうふうになるんだけど、これがいけなかったのは、本人が隠蔽してるじゃないですか、隠蔽してる間に、死体の損傷が激しくて、死因がわからない、全部喋るとは思いませんけど、まあ、留置されて、ガチガチに、まあ、死体遺棄のあれと殺人と、20日、二十日で40日はあるから、その間に全部喋るとは思いますし。 この最初に捕まってる子が大方のことは話は全部するのでそうですねそれからの逮捕なんでまあねこれここからが大事な話なんでじゃあこれ防げなかったのかっていうと学校教育で恋愛に絡むことの教育って難しいと思いますよこんなんなってあんなんなってって1から10まで学校で説明こういうことはできませんけどうーん。 これれはは避けれななかかったかなとは思いますよね、まあ、常に小中高とその倫理観とか法律とかっていうことを学ぶ機会っていうのをしなきゃいけない、まあ、男女間の,この恋愛について好きだとか好きになった付き合う付き合わないっていうことにこういうルールとかこうすればいいっていものがあるわけじゃんそんな指南書があるわけじゃないもんですから難しいんですけどうんねこれお父さんにしたら本当に悔やまれますよね。 じゃあ出てくっていう時出ていくんじゃないでもこんなこと思うとね無理やりでも引っ張いてでもね、えー、出さないという方のが良かったのかと思っちゃいますもんこんな形で出てずっと山に捨てられて体ももうねそんな風になっちゃってまあこれね子を持つ親にしてみたら本当に一言ではないで当事者の女性の子たちもまあ男性も含めてこういうようなことがあるよということだけ亡くなった子を責めるようなそんなような 書き込みやそういうような考え方はそもそもおかしいので、まあ、そういったところから教育し直さなきゃいけないのかなと思ったりもします以上ですはいみんなのインフルエンザスーパーインフルエンザちょい来太郎です、ね、この熱をでもってみんなに完成させたいなと思ってそんな運びで大阪にイベントをやることになってやってくれやってくれって言ったけど今のところ三人しか来てないというこのタラック、なんか騙された感じあれあんだけなんか大阪の人たち関西地方のやってくれ来てくれもう絶対行くから 3人、老若、老若にゃんにゃんの人たち、老若なんの、なまあ、でもいいや、の人たちが全然来てないということで、まあ、そんなはずはないと、あの集まっていただけるんじゃないかなまあ、いろんな催し物をしていて、なんかね、ちょっと、こましなことをね、ちょっと思いついたんだけどね、もういざ喋ると思ったらね、言えなくなっちゃった、ね。それはね、来てからのお楽しみということでねあの、皆さんね、お友達を誘ってね、来てください。ロフト、ウエスト、なんとか、全然覚えれない。 けどロフトソソエモン「ソウうえもん」「そうう町」って書いて「そうえも町」っていうんですよ南なんだよねあそこね非常に治安の悪いことこです <laughs> なんか来るだけでもなんかあの身体検査がされるみたいな場所らしいですね <laughs> あの歩いてるだけで歩道される職質に合うという恐ろしい町なんですけど皆さん こぞって来てください。よろしく。あ、そうそう。言うほど漫画が売れてないみたいだよ。えー、みたいな。なんか、かもなく不可もないらしいですわ。いいとも言えないし、悪いとも言えないような売り上げらしいですわ。ね、どういうことなんかすごい話題になってるっぽかったんだけど、ねえ。そんなことも含めて、皆さん来てください。よろしくお願いいたします。以上です。